はい、ピースケです。サックスペやっていきますということで、アスネちゃん初使用行きたいと思いますということで、コツこんな感じですね。で、縛りが、金縛りの骸骨くれるっていうのが結構いいのと、まあ、精神ボナ、筋力ボナで基礎ボナ2つで、やる気も125ぐらいあって、でタックも普通に普通の選手キャラと変わんないぐらいある、選手権彼女って感じなので、でしかも、金徳がギアチェンジと射程が、マイブレ級というところで、まあ、普通に強いキャラになっております。で宝石なので、まあ、マントルにはもうめちゃめちゃ刺さるキャラって感じなんですけど、まあ、サナちゃんがね現状いるので、まあ、深海道組みやすいとかっていうので、まあ、結構ねどっちに使っても強いみたいな感じにはなるので、まあ、好きな方を使う感じでもいいのかなっていう気はするんですけど、うん、まあ初仕様で、まあ、今回深海道のやつ抜いて、同衛はもう闘魂狙って交差定金得で稼いでいきましょうっていう、でコントロールもこの3人で106っていうのでいきたいと思います。はい、頑張りましょう。で、まあ、サナちゃんと一番違うのは、まあ、その告白っすね。告白の安定感が全然違うっていうところと、まあ、後イベが重いので、まあ、ちょっと告白気をつけつつって感じですね。で、相棒も間に合わせつつっていう感じにはなるので、その序盤がちょっと大変かな。まあ、で、告白とか、来ちゃいさえすれば、その後半の伸びというか、まあ、そういうところでは、こっちの方が上なのかなっていう感じはするので、そんな感じですね。最大値はこっちの方が高いのかな、まあ、タックとかは全然こっちの方が強いですし、スタミナですしっていうところでですね、落ちるかな。で、ドーエとミチルがいいやつくれるんで、まあ、早めにどっちか来てくれるとありがたいねって感じですね。で、アスネはもうほぼローテンションで行って、回復をいっぱいもらうって、回復イベがめちゃめちゃ多いので、アスネちゃんはそこを狙っていきましょうって感じですね。どうしようかな、宝石いっぱい来そうなので一回ステイしよう。おお、いきなりダイナマイト。なので、もう告白をまず間に合わせていけば OK って感じかな。同衛来てほしい。 OK。 建物は順調じゃないですか。はい、ナイス回復。で、アスネはね、回復イベントばっか来て告白来ないみたいな現象が結構起きやすいので、こっち逃げ玉もう2回来ちゃった。はい、購買部欲しいっすね。もう4人評価がある。あー、でもこっちだな。4人評価より2人の相棒彼女キャラ、あ、てか来ねえ。ただ回復はいっぱい来る。あ、アクセいいっす。アクセ購買部って最強コンビじゃん。今一番欲しい。本当は購買部あと、まあ2個欲しいけど、とりあえず1個くればっていう感じじゃなくて、でコツが来ない。うん、まあ割と評価は順調だとは思います。 OK、 ありがとう。序盤の休息コツ、根コツはかなり大事ですからね。アスネは乗ったね。
そうそう、おにぎり立てとく。あとミチルだよね。最近寒すぎてごめんなさい、くしゃみがめっちゃ出る。ね、行くか。あ、購買部ないっす。こっちか。あぶねえ、街道一緒になった。まあ、失敗が怖い方は精密機械の方でもいいかなとは思いますが、乗ったわ、乗ったので、ありがとう。やる気。今いいやつか、どうしようかな。順応でいいかな。同意が来たらいいやつもらおう。今回行ってなかったらね、全然行ってよかったんですけど。あ、オクタビアでいいかな。あと本当イベント待ちっす。雫が来ると全然違うので、雫は来てほしい。あ、いや、もうてか告白準備 OK だな。みんなが光り出してる。あすね、違う、お前じゃない。はい、守るいるわ。どうしようかな、カロリーバー使うか。よし、で、なるみくんと。おっしゃ、序盤で来られるとかなりきついんだけど、なんとかなった。難しいな。告白頼むよ。そっちじゃないのよ。まあまあ、強スタミナタック。闘魂いつ取るかだな。精神怖いんですよ。いや、告白とか待ってるから頼むね、相棒とお二人さん。OK、 とりあえず OK。建物はこれで建てる。おお、同時、素晴らしい。素晴らしすぎる。てか、雫建てんな。そっち、雫、勾配、鶴橋。とりあえずダイナマイト建てるか。オッケー、欲しいものが全部来た。
それ OK かな。であと雫がもう一回来れば完成って感じですね。デートかな。急速上げないとダメだよね。そろそろ。ダメージは少ないにしても辛い。丸いし欲しいな。難しいですコツがね、あんま聞けないんですよ。っていうところがかなり心配。ね、そうだな。デートかな。あ、強っ。これはスタミナ行くとして活気上げたいな。どうしよう。亀石潰せるかな。技術が心配なので行きたいんだよね。一回亀出しちゃうか。これで、うん、強くなった。で、守る次来てくれ。いや、そっちじゃない。コツね、コツね、守る。違うんだな。っすね。伸び潰しちゃおう。技術が怖い。はい、どうですか。とりあえずこうで
術光ってくんないな。お、は筋力だな。なければ大丈夫か。OK。 でですよ。あ、守る精神が溢れそうだ。ユーソットスナイス。これ攻めてもいいか。あ、惜しい。結構強いのは来てる。変化っぽいな、これは。でもいかなくてもよかったかもしれないけど、あ、もう亀終わりか。どうしようかな、技術諦めるか。難しい。ちょっと待て、まだ早い判断が。精神そんな待ってる。ちょっと頼むわ、守る。これでコツ3でもらえる。で、守るじゃねえ、なるみと。これ言っていいやつ？まあでも潤沢だもんな。技術が欲しすぎる。多分アスネのおかげでだいぶね、筋力と精神が入るようになってるんだな。亀石怖いね。どうしようこれ。あ、でも別に亀石使ってるわけじゃないのか。まあ、失敗。お願いします。精神どうしよう、これ。あ、これでとりあえず大丈夫か。
守るマジで頼む。お前骨イベ高いだろいつも俺守るだけ来ないみたいな現象になるんですよね。来ない。まあ、次ぐらいで来なければ終わりかな。やべ、断られちゃった。1回目という。あー来た、やっと来たー。けどここだけどいっか。これでやっと建物が進められる。え仮面しない、仮面石がここしかないのか。ビビった。ここはステイリー。守るが2回目、一応成功圏内ではあるんだけど、ですぐ立てる。うわ、強っ。それは言っとくか。足りないところを補うシステム。であと本当変化だな。じゃ何もない。技術いらなくなったので、これで精神が足りなくなってる。まさかの、すごいシーソーゲーム感がすごいですね。スタミナ上げる？いいと思います。待ちでいいな。で、ここを何にするかだよね。宝石立てちゃおう。
で変化メダルか、おそらく。難しいなこれは。来ません。立てれません立てれません。丸石どうしよう、どこでもらおう、ここしかないのか。オーケー、ヒントが全部入った。もうこれはこっちでいいかな。あんま来ない。すっかすっかでーす。あと1回あるのか。イベントの感想きついかもしれない、もしかしたら。先マインドブレイクか。行きましょう。ダイナマイト来ないっすね。マジ全然引かんない。これは行っても良いような気がする。もうないのか、石が。頼むぞ。ナイス。あー、ここは行ってもいいかな。枯渇がね、全然できないんですよ。何にしよう。
変化きつすぎワロタって感じ。まあ77いければいいけど、きつそうだね。はい、じゃあ行きましょう。お待たせいたしました。5番マントに先制のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面でアーサー、ネクストバッターサークルに控えているのはトリスタン。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げた、ストレートはもう第5球。投げた、打ちました。一塁送球、五分うまくさばいています。ランナー一人を置いて迎えるは初球打ち、流したヒット、ライト円卓1点。ツーアウトランナー二塁という場面で神山、打ちました。初球打ち、新島交代掴んで、これでマント追加点のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面でガラハド、今日は三振とセカンドゴロ。投げた、シュートはボール。次は5球目、投げました、打った、痛烈な三遊間ライナーで破った。ガラハド、いいバッティングを、初球を打ちました、取って、これで3アウト。マント追加点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面でアーサー、ここ三振取れるかどうかが、ボール内角低め、投げました、空振り。結構でかい気がする。空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。輪廊際どい球、ボール、投げました、スライダー見送ってストライク。投げました、外角低め見送ってストライク、元へ逃げるスライダー、空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。第2球、投げました、外角低め見送ってストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、空振り。第5球、投げた、ボール。第6球をランナー一斉にスタートします、打った、取りました、これで3。あー、なるほど。マント負け越しのピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面でモード、ここまで2三振といいところがありません。投げた、ストライク、キレのある変化球、投げた、変化球、空振り三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターはガラッド、ストレートはストライク、いきなり168号。外に逃げる系は打ってくれる気はする。ボール、第5球、投げました、打った、左中間へ、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第2球、投げました、2球目ストライク、投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。投げました、ボール。第6球を投げた、打った、これはショート正面、アウト。勝て勝て勝て、おぶねえおぶねえ、マジ。カロリーバーもう一個あったよね。ダイナマイト光れ、マジで本当に光んなかったな。じゃあどこ行こうか。ここ、ちょっと息をよかけちゃったんですけど、で変化足りないので、ちょっと他で頑張るしかない。スライダー決まってストライク、これで追い込みました、元へ逃げるスライダー、空
空振り三振、石森見事なピッチングです。投球これから2球目、2球目ストレーク、変化球にキレがあります。打ちました。第4球を投げた、スライダー空振り三振、ピンチを連続三振。マント同点のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で両も投げた、ストライク空振り三振、ボール球で仕留めました。マント同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁セーフ、ランナーを二塁に進められてしまいました。石森です。投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。1球目ストライクから、見送ってストライク、キレのある変化球、前田シュート、見逃し三振。石森見事なピッチングです。初球ストライクから第2球スライダー見送ってストライク、投げました、打った流し取ってアウト。OK、勝てましたね。円卓勝てれば割といけるような気はするんだけど、頑張ってくれ。5個、一流って評価これ足りてないもしかして。怖いな、変化全然足んねえな。やべえな、金縛り。アスネも縛り骨くれなかったんで。お待たせいたしました。え、待って、自動。マント追加点のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁。二点はひどくない。ここまで2三振といいところがありません。第3球を投げました、アウトコース低め、外れてボール、投げました、打ちました、レフト下がった、うわー、ボールが点々と転がっている、ブンブン1点入りました。ストライク、変化球にキレがあります。ボール、第3球は外角低め、ボール。第4球を打った、センター方向へ持っていきましたが、嘘、負けた。どうしようもない感じだったな。あ、乗ったわ、よかった。ただまあ最後の試合分と練習分マイナスって感じかな。こんなもんでしょう。7-4 か、やばいな。ジャイロとか惜しかった。やべ、スタミナ上げるの忘れた。ってことは、投打躍動取れないかな。あんま変わんねえか。はい、こんな感じかな。あんま強くはないと思うんだけど、明るい方で。
あ、でも5は5か。うん。まあ、金徳1個欠けてんのと、まあ、変化がね、全然上げれてないので、まあ、こんなもんかなっていう感じではあるんですけど、うん。まあ、アスネちゃんの方が、タック、スタミナのタックとか、あのダイナマイト来た時に絡んでると、伸びるっていうのはあるので、そうですね、どっちでもいいっちゃいい感じですかね。うんって感じだと思います。サナちゃんでも、うん、新街道行けるし、あの そんなに差はないと思うんですけど、査定的には、うん、なので後半、まあ、スタミナは上げやすいですね。スタミナは上げやすいっていうのと、そうだな、割とどっちでもいいっちゃどっちでもいい感じになってると思います。サナちゃんがね、スタミナあのアプリみたいについてないので、まあ、その差がどう出るかっていう、まあ、それでも結構あの性能は結構強いので、うん、っていう感じだとは思います。ということでご視聴ありがとうございました。ちょっともう何回か、まあ、ハマるまでちゃんとやったら点数自体は全然出ると思うので、うん、頑張っていきましょう。ということで皆さんピースな一日をお過ごしください。ありがとうございました。